はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんからご依頼です。はい、UFC ですね。UFC もご覧になるんですか？結構。店長は GSP の時ぐらい。ちょっとね、発想がね、さっき通販のラベル印刷してたら、パソコンがフリーズしちゃって、なかなか再起動できなくて。で、ちょっと今、山さんがあと15分ぐらいで来ちゃうので、ちょっと今日ね、なるべく出荷できるようにちょっと急ぎますが、少々ね。よいしょ。いや、店長、GSP さんの時ぐらいかな。よし、よ、まあ、試合も見てたのは。でもそんなに見てないですけどね。はい、じゃあ行きます。こうなってるのか。あ、これが、あ、ひっくり返ってるだけ。あ、ひっくり返ってる。3枚ひっくり返ってる。はい。まあ、RC がついてなくても、ね。あ、中国の、ね。この方。すごい腹筋ですね。うん。すごい人気があるようで。ウスマンさんとかもね、人気あるしね。ネートディアスか。お、スペクトラの、はい。キマエフさん。ね、人気ですよね。で、これ赤っ腹ですね。149。イスラエルさん、イスラエルさんだ。ね。イスラエルさんも人気あるね。ミドル級ぐらいですよね。ひっくり返ってんな。ナショトレだ。はい。ホーリーホルムさん。ネットディアス。だ、また、中国の方ね。で、レッテッドルーキー。で、ナショトレが99シリーズできました。ルーキーじゃないんですね。あ、マグレガー来た。まあ、これ光ってくれればね、よかったんですけどね。まあ、でも、レギュラーね、なかなか出にくいですから。オプティック光ってます。イスラエルさん。はい。3枚、4枚ひっくり返ってる。あ、こうか。おお、ハビブさん、シリアル来ました。人気ありますからね、今ね。ハビブさん、オリジンも来ました。うん。マグレガーに2ハビブ。ビエラさん。で、パープルですね。49。で、キマエスさんに、キマエスさんだ。ブラック。これも人気。これとあと、ジリって書いてイリーなんですけど、3人、4人ぐらい。なんでひっくり返ってんだろうな、これ。ホルゲさん。ドンラス。で、オプティックですね。あ、サインだ。誰だ？コスタさん、ランディ・コスタ、ランディ・コスタさんだ。はい。これもクラックアイスとかあるんですよ。当てたいっすよね。はい。ルーキーオートです。ひまえさんに、ホルヘさんか。サインは2枚出ますね。3枚がひっくり返ってる。お、マクレガーのスコアのシリアル来ました。49。もうベースからでも人気ですからね、マクレガーさん。シリアルなんて出たら。ねえ。あ、ひっくり返ってる。ノゲイラ？おお！ ちょっと待って、サインだよね。おお、ノゲイラのサイン？おお、かっこいい。おお。おお、ロドリゴ・ノゲイラ入ってんだ。あるんだ、サイン。おお。ねえ。へえ。ナショナルプライド。かっこいいっすね。うん。出てこいやの時だよね。高田さんの時ね。
おお、あ、マクレガーのシリアルまた来ました。へえ、この辺も入ってんだ。なんか、入荷した時にね、買われたお客様が、ちょっと多めに。かなり多めに。ブロックレスラーの音でですね、喜んでましたよ。入ってんだ、つって。ノゲイロ入ってんだ。ハビブさん。ネートディアス。あ、シェフチェンコさんもね、女子で人気ですよね。最後、シリアル来てるね。誰だ？おー、今井さん。149。お、いいとこが結構なんかシリアル出ましたね。やー、ロドリゴ・ロゲイラ来ましたよ。いいね。まあ、日本でもね、知名度はあると思うので、かなり。へー、かっこいいね。いいっすね。ロドリゴ・ノゲイラっすよ。おお、いるんだ。まあ、あとはね、マックレガーのパラレル、ね、2枚出ましたね。これだけでも全然ありですよ。まあ、主張してるかしてないかというところもあるんですけど、まあ、総合格闘技なので、まあ、買われてる方は、まあ、結構格闘技見られる方かなとは思うんですけど、まあ、商品的にはかなりいい商品かと、まあ、思いますけどね。まあ、クロニクルですからね。まあ、1枚ね、普通にこういうレギュラーでも10ドルぐらい、20ドルぐらいしてるのいっぱいありますから。お、これいいっすね。ちょっと早く梱包しないと、でも明日着が。あれですね。3回押しますね。ちょっと待って、読み込んでる。さっきフリーズしちゃったんだね。ちょっと待って、もう一回。大丈夫ですね。3回押します。ワン、ツー、スリー。10、あ、2と11の2ペア。ワン。店長負けですね、もう。負けですね。じゃあ、黒幕を一つね、一緒にお送りいたします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。